中華民国総統は中華民国の元首である。なお、台湾に生態を置く以前の中華民国の元首に関しては中華民国大総統、または国民政府主席を参照。初代総統に就任する蒋介石。右は副総統の理想人中華民国の元首は当初中華民国大総統という名称だったが国民政府の発足後に 中華民国国民政府主席となり、1947年の中華民国憲法施行以降は中華民国総統となっている。中国語において総統とは日本語の大統領と同義の言葉だが、日本では漢字のまま総統とし、台湾総統と呼ぶことが多い。中華民国が日本と国交を有していた時代の日本語の外交文書では、 中華民国大統領やシナ共和国大統領も見られた。中華民国が中華人民共和国とは別個の国家であることを強調する意図で台湾大統領や中華民国大統領の表記を好む人もいる。中華人民共和国では1949年の成立以降台湾にある中華民国政府を認めていないため台湾地区領同人という表現を使うことが多い。 1990年の第8回総統選挙までは国民大会が政府総統を選出し任期は6年間だったが1994年に行われた憲法改正により1996年に実施された第9回総統選挙からは中華民国国民による直接選挙によって選出されるようになった。アメリカの大統領制度に習い任期は四年間とされ、 再選も1回までに制限された。非選挙権は、満40歳以上の中華民国国民に与えられており、政服両候補がペアで立候補する。なお、総統は内乱罪または外患罪を犯した場合を除いて、非免または解任を経た後でなければ、刑事上の卒業を受けない。中華民国総統府憲兵は平時においては、軍隊内部の秩序、規律を維持し、 規律正しさから特殊な任務を担うことも多いが、中華民国相当副域の警備に当たっているのも憲兵である。この憲兵のワッペンにはタイが使われている。タイのタイの字は法治を意味することから、古くから肝心は法治の精神をタイを使って表現し、正義や公正を象徴する小銃となったためである。1947年の中華民国憲法施行後、 これ以前は国民政府主席一覧を参照。ありがとうございます。